かねんさんこんにちは、かんでしということで今日はですねこの高専自体が強かったので今回紹介したいと思います。まずまあこの子 SS 打たずともねスタミナが緑以上のだけで空中地面向こうつく、まずこれ結構強いんやけど、それプラス特殊状態中はねスライスボレースマッシュが特殊ショットに変化して、それが結構相手をノックバックさせることができるわけですよ。でノックバックさせた先に気絶レベル5を付与する棺を置くことができるんで、まあそれでね相手を戦闘不能にして倒すみたいなスタイルになっております。あとまあ灼熱ストームもあるから体力からして前に行きづらいっていう作用も結構強かったりはするんやけど、この子ちょっとだけねギアとかがめんどくさくて、あの特殊ショット打つときにスタミナ最大値の 25% を対価とするので、できるだけスタミナ値はね下げていった方がいいんですよ。ただまあこの子ね転生したりタクティシャンがあるんで、これだけは絶対つけておきたいと。なのでレベルに関しては104レベル、まあこれがベストかな。あとまあ限界突破はしない。でまあ靴に関しても極力スタミナが上がらないもの、まあ僕はねこの銀三靴を履かしているんやけど、別にまあそんなにねあの変わらないんで、まあ、シンプルにエリアが広がるこの靴でも全然いいかなと思います。あとまあスロットスキルに関してなんですけども、このスロットスキル3にポイントごと13秒間相手のだけの着弾点が見えるっていうものがありますんで、これをつけて、あとまあエンブレムもこんなんつけてあげると、まあ、ずっと着弾点が見えるようになって非常に戦いやすくなると。でまあラケットに関してはこのねブレスオブラーハにすることによって、この子結構体力回復するんですよ。なのでそれを SS ゲージに変換してまた SS を打って、それでまた体力回復できるっていう仕組みになりますんで、まあそれで結構 SS 回転率も上げていったら強いという感じになっております。でまあスロットスキルに関してはまあ交代時間2ポイント以降が結構おすすめかなっていう感じです。ということで今から試合見ていってください。どうぞ。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。最低レート2367で MVP 赤髪の冒険家と陣田エレノワということで、ちょっと赤髪はちょっと相性分かれへんねんけど、その以外の2人に対して結構いいんじゃないかな。初手性能弱いやんな、ジュダ体力も結構なくなりがちやから、初手はちょっと違うキャラで行かせてください。よいしょ、これで多分こっちに打つよね。でここからのラッキーで、ここからのはい、これラッキーですね。スマッシュ判定やったから、今相手はボレーエリアで取った際に今打ち上げてしまったと。で相手 SS ゲージ結構溜まってんのかな、ちょっと分からへんけど、まあこの子交代時やしね、ラケット本当はね2ポイント以降が良かったんやけど、なんか持ってなかったよだからまあ交代時も悪くないと思うから、これでいこっから。本気出して、はい、これでまあ灼熱ストームでボレービューンってやる。で相手 SS は取る。でこれ取るとあの回復量神になるんで、もうスライスとかボレー打ちまくりになります。はい、いいですね、今のは神です。あれです、たまたまです完全に、全然俺今狙ったわけじゃないよ。あれスマッシュで返せるねみたいな感じで返したわけじゃなくて、たまたま今返せたんやけど今の結構嬉しかったですね。で基本的にはこんなにスライス打ったらダメです、これ体力なくなっちゃうんでね、あの皆さんはやめてください。あ、これ SS にされるんや。この子も空中地面向こうついてるからいけるかな思ってたけど、そういうタイプのギミックじゃないのねそれ。はいはいはい、いいね、あ、体力枯れてるよ。あー未知数のキャラ来ちゃった。やっぱこれでここでボレー打てるから、でここで打ち上げさせてからのスマッシュドゥーやるやろ。でボレーで相手 SS 来るの分かってるから、ネット前でラケットめっちゃ振ると、まあ、相手がラケットロブ系のラケットやったら前でラケット振るのよくないですけど、これでやばい、体力なくなった、体力なくなったら普通のスマッシュになっちゃう。あーでも気絶強っな、やばめっちゃ活躍したんですけど、やったぜ。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。相手のレート2086で、まあ、ジンと赤髪と MVP ルカがいるという感じになっていますと。で、まあ、相変わらず、まあ、あれですね、ネモも初手性能弱いから、まあ、エレノアでちょっと初手行くことになるんですけど。うお、届くんそれ。今、エアモードで取ろう思ってラケット振ったの。ラケット振ったというか、下フリックをしたんやけど、普通にスマッシュしましたね。はい、これで、ドゥーンってやって、ドゥーンってやって、で、初手からこれできる、マジ。意味わからんよな。だって、レートさ、1500以下の人とかやったらこんなんもう何もできひんと終わるんちゃうやってられへんでな、こんなん来たらな。よし、 SS がたまったからネモで行きそうになりましたね、危ないですね。はい、ジュダに交代してこの子で SS を打っていこうと思います。本気だし、でしかもあれやね、千里眼もあるから相手の SS の飛んでくるタイミングが把握できるのはマジで神で、さっきも言った通りあのスライス打ちすぎよくないんで、あんまいらん時はあのスライス打って、あのスピン打ってください。あとボレーまみいかない方がいいですね、あの体力なくなっちゃうんで。でこう危ない時だけスライスにしてエリアを広げて取るっていうのが定番かなと思うんやけど、私は今失敗しましたよいしょ、これ相手後ろにちょっと押し流されへんのかな、押し流せたら結構ええ気がすんねんけど、ういやばっ、ギリ取れたよ。で相手 SS 飛んでくる、飛燕やからマックスの警戒、マジで千里眼で神性能すぎるわ、すごい使いやすさが段違いに変わってくる。あとドリンクはオバフロ中は回復しない、というかスタミナ緑でも回復せんのやったかな、なんかそんな感じやから
あのそれも気ぃつけて戦ってあげないといけないやつですね。いっぱい消費したろ。でドリンクが緑で回復するのだったんです。回復しません。あの黄色になってからしてください皆さんは。本気出して SS 適当にパチコンって、まあ体力なかったらね、まあこういう感じにボレーに行ったっても相手的には嫌なんじゃないかなと思います。これでウィアウトやね、これラッキー。でまあ相手が次まっすぐドゥーンってやつが来るから、まあ、前に詰めていいかな。相手 SS まだ溜まってないし、ここでスピン打っててラケットめっちゃ振る。で次飛燕来るけど危ない、ラケット落ちるんこの子。空中地面向こうで防げたっけ。もしそうやったらこの子体力緑以上やったら防げるはず。よし次相手飛燕来ます。で体力めっちゃ回復できるようになります。ありがとうございます。あミスタードリンク先に取っとくべきやった。いやつスマッシュしたいんやけど、さっきみたいな超かっこいいスマッシュやりたいんですけど、させていただけないですか。うわ今のスマッシュえぐ。見た、いやまぐれお。はい、ということで3戦目やっていきたいなと思います。相手ネット2445で、まあ、プレミオと緑の王とあとまあルカっていう感じになっているんやけど、深夜ルカかな、猫耳が最近ついた子ですね。ちびキャラ来てないですけど。あ、てか緑の王も最近猫耳ついた子ちゃうの。ちょ、相手の猫耳みたいなんだけどな。俺緑持ってないからさ、この子の猫耳拝めてないんだな。ちょっと見えへんかな。え、分かれへん、ついてなくね。いや結構じっくり見たんやけど、ついてなくね。俺には見えてないだけですか。あれやな、特殊状態になったら猫耳消えるみたいなのはあるらしいねんけど、わからん、あの緑はそれ対象かどうか知らへんけどさ、なんかびっくりするぐらいなんもついてなくね。気のせいですか。やばすぎ。え、どうしようかなこれ。一回エアモードで攻める。じゃあ SS 溜まった、ちょっと他のキャラに変えたいんですけど、お願いします、ありがとうございます。相手多分 SSS 溜まったね。じゃあそれを警戒しつつジュダで、まあ、相手の SS を捕獲大作戦していきたいと思います。よし、てか相手カウンターで結構ダメージ与えるから結構怖かったけど、あ、傷さ入ってる、ラッキー。てかあれやんね、この子深淵ルカにも勝てるやんね。なんかあの子ってお互いにエアロ付与するっていう性能のせいで、あのノックバックがねお互いに強化されるっていう性能があるんですよ。それで、まあ、ジュダってもともと結構ノックバックさせることができるキャラクターやねんけど、それで相手の缶詰で缶オケ入れれるっていう仕組みやから結構いいよね。あと灼熱ストームも結構相手の体力を枯らせて強い点ではありますと。あ、いやー取りたかったな、まあしょうがない、これは一回ボレーで。オッケー、ギリ取った。でこれ相手めっちゃドッグバックするから見て、あクイズ入ってない、まだあれ、あめっちゃ吸引されて今ダメやったっていう感じやで、ね、まあこれ前多分動画あると思うからちょっとここに載しときますわ。こういう感じで嘘みたいにノックバックしますんで、それで気絶に追い込んで倒すみたいな、まあ、昔はねクズのスロットスキル3に気絶無効をつけてねジュダ対策するっていうのもあったんですけど、最近そんなジュダいないはずなんでつけてない人も多いんじゃないかな。はい、というわけで4戦目に関してはレート2775で、まあ、ジンと相手にジュダがおってカスミがまあ仲間にあともう一人いるという感じになっております。まあ、この試合に関してはね俺がまあやられてる映像になっているんですけど、まあ、これはですね、まあ、私がエレノアを使った試合ですね。まあ、エレノアもね結構ノックバックするんですよ。なのでそれでまあ気絶に追い込んで、まあ、割と倒すことができると。ただまあ注意点としては、まあ、このエレノアってね結構な頻度で相手の特殊状態解除してきたりするから、そうなってくるとねジュダマジで素の能力結構低いんすよ。クズとかでスタミナ調整してるからさ、それで体力枯れやすいっていう部分もあって、得意状態じゃなかったら絶望的にね体力なくなってしまったりするんで、解除されると結構だるかったりはするんやけど、それまでの間に結構仕留めることができる、プラスまあこのエレノアに対してもねある程度勝てるっていうのは結構強いかなと思います。相手はねこのねめちゃくちゃ大きいレバーギミック作る、これを出してそっからね SS をダチコンってやりました。これ普通にねこれ多分うまいことやれば取れたと思うんですけど、シンプルにギミックがね、まあ、邪魔で取れなかったっていう感じですね。このエレノアってさ SS 打たんでもなんか交互に打ってればあのモードによってはずっと同じ方向って方もあるんやけど、まあ、大概、まあ、右と左ずっと交互に打ってくるじゃないですか。ただジュダのね、まあ、ボレーって結構早めやから相手のこのね連鎖みたいな崩すことができるんですよ。なのでそこも結構強いし、かつこのノックバック、まあ、これが強いねマジで。ここまでノックバック、まあエレノアがね真ん中ら辺におったらさすがに缶オケまでねノックバックすることはないんやけど、まあ、後ろの方にこうやって追い込むことができていたら、まあ割とそれで得点できるかなっていう感じやね。ただ、まあ、この試合自体はね勝てたんよ時代に対して。やっぱりさっき言った通り解除できるっていうのもあるし、結構エレノア自体の火力が強みではあるんで、
まあそれでご利用される点はあるんやけど普通に強かったかなっていう感じ。最後にあのジュダがいい感じに決めたところがありますので、ちょっとそこに飛ばしますね。まあこのポイントですね。まあこの時に確か俺が打ち上げたかロブかなんかして相手がスマッシュ打ったんやけど、その時のノックバックがやばすぎた。あ、ロブやね。これでドゥーンってなって、まあ失点したみたいな感じ。